これはこれは松本さん、これはこれは桜井さん、よろしくお願いします。ゼロへようこそ。よろしくお願いします。無人のカメラが設置された空間で二人きりの対談が行われました。今日はその演出っていうところに特化して話を聞きたいので、はい、まあ、当然僕は知ってることもあるかもしれないけど、いろいろとお答えいただければと思います。わかりました。楽しんでこうぜ東京。僕の記憶が華やかな演出や最先端の技術など新しい挑戦をし続ける嵐のコンサート。タイトルロゴみたいのが出てインどこどこ、その演出を担当しているのが松本潤さんなんです。おそらくだけど多くの人は曲順決めてるだけでしょ、うん、この曲はちょっと派手にしよう、そういったことやってるんでしょって思ってる人もいるかもしれない、はい、改めて今そのどこからどこら辺の幅でやってるのかっていうのをちょっと説明できる。コンセプトを考える、セットのデザインを進める、気候物を決める、セットリストを決める、衣装の話をする、映像の打ち合わせをする、その後照明とかを話していく感じですかね。まあ本当に僕の感覚だと0から100まで全部を見てるっていうような感覚だけれども、実はコンサートでよく目にする観客の頭上を移動するムービングステージも松本さんが考案したもの。他にもステージ上部から水を流し映像を投影するウォータースクリーンなど、数々の演出を手掛けてきました。2000年代の前半から歌舞伎を見たりとか現代劇見に行ったり、あとはミュージカル見たりバレエ見たりとか、いろんなもの見るようになってたから、例えばなんか歌舞伎とかだと見え切るタイミングでスローモーションになるとか。俺すごい覚えてるのが、東京ドームでバックストリートボーイズ見に行った時に、うん、こっちはさなんか「テミーグワイ」とかなってさ、街がずっとなんかこんなメモりながらさ、うん、その頃からもうちょっとそういうのをこうなんていうの、取り入れるっていうか、目線としてはコンサートを勉強しに見に行くみたいな目線があったわけでしょ。あったね。一回自分でチケット取ってアリーナ席で見て、2回目にみんなで見た時にすごい引きで見てたから、あ、これはもうチャンスだと思って自分でノート持ってって、なんかへえ、あ、そう、知らなかった。そうそう、さまざまなジャンルのエンターテインメントに触れ演出を学んでいったという松本さん。ジャイさんに褒められたことあるの？演出一回だけ。ジャポニズムってあったじゃない、あの時にどうだったみたいな話したら、いやすごい良かったよっつって、それ一回だけだけど、急に真面目なトーンで一瞬黙ったから何だろうと思ったら、ありがとうって言われて。伝承がテーマだったからね。でもそれ一回じゃないんですよ、松本潤、ジャイさん褒められたの。二回あるんですよ。え、松潤が自分のソロでやばいやばいやばいって言って、ドームでこうやって上フライング、フライングっていうか釣られてこう天井を歩くって MJ ウォークってやつ松潤やってるんだけど、ジャイさんから電話かかってきて、うん、あれすごいいいよって、上歩くのすごいよかったよって言われて、なんか松潤なんだけどなって思ってたんだけど、まあでもまあ褒めて待ってるからそのままにしてるから、いやありがとうとかって、いや今日大変なんだよねあれとかって、だから松潤2回褒められてます。あ、そうなんだ、はい、俺のところにかかってこなかったんだおかしいな。そして今嵐は自身初となる無観客での生配信ライブ開催に向けて準備を進めています。松潤とさ2人でさ、最後の最後、まあ2020年の大晦日、うん、これ無観客ありじゃねえかって話したのってさ、覚えてる？結構前だよ。12月31日にライブをやりたい、やろうっていう話をしたのって2019年の、だってその1月の活動休止を発表する前だから。前前前、配信のスタイルを取らないとみんなにその日に見てもらうということはかなわないよねっていう話をしてた。実は配信というスタイルは新型コロナウイルスが流行する前から検討されていたそうです。
どうなの今その心境的に、演出松本潤として今12月31日のライブっていうのは今どんな気持ちで作ってるの？セットリストもある程度決まってるけどさ、この曲のこれこの感じで合ってるかなとか、やっぱり2020年休止前にやるライブっていうのは大きいかな。普段だったら、まあ、合ってなきゃ合ってなかったで失敗かはははって笑えるところが結構あるんだけど、今回に関してはそれはしたくないなっていう思いがやっぱ強いかもね。演者としてリハやってて思うよ、やっぱ松本潤ってロマンチックだなって思うよ。何がよ。結局のところ歌がメッセージだから、うん、特に今回は、うん、だからリハやってて自分で歌いながら、ああなるほどね、そういうことか松潤と、うん、気抜いた時にふっと刺さってくる歌詞があるよね。いやある、あるよね。で日によってちょっと変わるし、うん、困るよ本当にああいうのは。そして話題は桜井さんも気になっていたという松本さんの今後の話へ。この先さ、じゃあ例えば後輩たち、俺なんなら別に他のアーティストだって俺はできると思うから、そういうなんか他の人たちとかのさ演出、まあ、もしくはこうアドバイザー的なことっていうのは考えてないの？うん、いやそればっかりはオファーないとね、俺がやりたいっつって言ってもどうなるもんじゃないから、ちゃんと名前が出てそこで演出をするってなった場合は、嵐の松本としてじゃない、その作品だったりその自分が演出としてやるスタイルみたいなのがきちんとないと仕事にならないと思うから、まあそれをちゃんと作れればとは思ってるけど。営業ですね今。営業です。お待ちします。ゼロは松本さんにこんなお願いをしていました。せっかくだからちょっといろいろ僕もね聞きたいと思って、こういうものを用意していただいて。演出するよね。嵐の中で2人の関係性は、これはね面白いですね。どうなんだろう。なんか結構俺は無責任にでっかいビジョンみたいなものを放り投げちゃうからさ、ジャポンの時とかもちょっとこのタイミングで日本文化みたいなことをやっておきたいんだよねみたいなとかさ、いわば無責任に放り投げちゃってんのを、まあ松井がいろいろ細かくやってくれてるってとこかなっていうのは時々思うけど、僕はやっぱそのジュニアの頃から一緒だったから、ジュニアの頃ってやっぱ先輩後輩から始まってるからすごい兄貴って感じだったし、グループを組んでメンバー同士になった瞬間にこう、もともとお兄ちゃんだった人がこう横並びの関係性にどんどんリーダー含めてなっていくっていうことがあって、なんだろうね、なんかもう一周回って家族ではないし友達でもないし、唯一なんかこう言葉として当てはまるとしたらもうその戦友みたいな、そうだね、苦楽を共にして下手したら死ぬ思いでみたいな、それぐらいの気持ちでやっていた瞬間もある。特別だよね。もう戦友か、もうこれリスペクトし合って信頼し合ってないと出てこない関係性ですもんね。そうですね、まあ、戦友ってこと言ったら何だろう、誰か傷ついた時に手差し伸べることもあれば、誰か傷つきそうな時に自分が傷つきに行ったりみたいなこともあったでしょうし、まあ、ある種メンバーという特別な関係なんでしょうけど、まあ、その演出っていうことに関して言うと、本当にいろいろやってくれてるんですけど、嵐メンバーそれぞれの思いだったりアイデアだったりっていうのを吸い上げながら松本はやってくれているので、あくまでその時にお届けしているものは僕ら嵐、他のメンバーも含む5人が届けたい嵐、見せたい嵐、見てもらいたい嵐っていうものを、5人の総意としてお届けしているつもり、そんなことを思いを組み吸い上げながら松本はコンサートを演出してくれているところがありますね。でも僕は知らなかったんですけど、 VTR の中で歌舞伎とかバレエなどを見て引き出し増やしてっていう話ありましたけど、他にもこの時話してくれたのは蜷川幸雄さんだったり野田秀樹さんだったりとか、まあ、そういった舞台も見ながらいろんな演出の引き出しを増やしていったっていう話は面白かったですね。あ、勉強しに行ってたんだっていうのは面白かったですね。